シールは機械や装置において液体や機体の外部への漏れや雨水やホコリなどの内部への侵入を防ぐ部品や素材の総称外部のゴミや異物が内部に侵入するのを防ぐ働きもする宇宙ロケットから各種機械装置、家庭のガス、水道の配管、壁のひび割れの補修まで非常に幅広く使われる普段あまり目立たない部品であるが 機械の性能維持に重要な役割を果たしている。1986年のスペースシャトルチャレンジャー号の爆発事故も固体ロケットブースター内部のオーリングの機能不全が原因とされている。元の意味は英語の印象。西洋では文章を封間する際に溶けた牢を乗り代わりに使い、その牢に印象を押すしきたりがあったので封印することも シールと呼んだ。そこから転じて封じるもの、密閉するものをシールと呼ぶようになった。記録に残っているものでは、紀元前2000年頃のメソポタミア文明の古代バビロンがある。ギリシアの歴史家ディオドロスが書き残した記録によると、ユーフラテス川の川底を横断するトンネルが建設され、そのトンネル壁はレンガが積まれ、アスファルトで防水処理されていた。 アスファルトによる防水はその後長く使われ、特に地中海沿岸では造船に広く使用された。マルコポーロの東方見文録には当時のヨーロッパ線の防水にアスファルトを使用することが一般的であった記述がある。シールが工業的に重要になったのは蒸気機関が発達した18世紀頃からである。蒸気機関は高温、高圧の方が熱効率が高いので、 シールの性能が非常に重要になった。現代のシールは固定用途に使われるガスケットと運動部分、可動部分に使用されるパッキンに分類される。各シールについてはこの構内で概略を解説する。各種、打ち抜きガスケット、サイズは10センチメートル。目的に応じて様々な素材や形状がある。シール部分がボルト等で固定されているものをガスケットと呼ぶ。 ガスケットは配管の接続面、エンジンのヘッドカバー、シリンダーヘッド、シリンダーブロック、オイルパン各面の接合部などに使用される。オーリングやゴムシート等のソフトガスケット、金属を加工したメタルガスケット、金属と非金属を組み合わせたセミメタルガスケット、ネジ部分に広く使われているシールテープや液状シール、紙やコルクなどがある。身近にあるパッキン、 水道の蛇口の線の下方にある止水用パッキン、黒い部分が硬質ゴムパッキンとは、シールと接触する部分で回転運動や往復運動をしたり、繰り返し着脱する場合を指す。ポンプやモーターの軸やバルブの可動部のような回転部分、ピストンのような往復運動部分、カプラーの接続部、水道蛇口の止水部などに使われる。 シールが運動部分と接触している接触シールとそうでない非接触シールに分類される。接触シールには目的に応じて多様な種類がある。流体の圧力を利用して密閉性を高めるタイプをセルフシールパッキンと呼び、オーリングやディップパッキンが該当する。比較的低い圧力の油圧機器や潤滑油の密閉に使われるオイルシールは、 シール部材自身の男性で密閉性を確保する。メカニカルシールはコイルバネの力を利用して密閉性を確保する。回転軸などによく使われるグランドパッキンは軸と固定部の間に繊維製品や金型成形された膨張黒鉛シートなど柔軟で潤滑性のある詰め物を挟んでシールする。糸やフェルトも古くから使われている。非接触シールには ラビリンスシールと磁性流体シールがある。シールに要求される性能は使用される条件によって多様である。シールに使われる素材は温度、圧力、耐性などの条件に応じて単独や組み合わせて使用される。有機材料として天然ゴムの他にニトリルゴム、アクリルゴム、スチレンブタジエンゴム、フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴムなどの合成ゴム、シリコーンゴム、 四フッカエチレンゴム樹脂、アサやメムなどの植物繊維、さらには牛皮をなめしかこうした比較などが使用される場合もある。お用いたシールの代替として用いられるようになったノンアスベストも有機材料を含むのでここに含まれうる。一般にゴム系の素材は接触面との馴染みが良く、試行も容易だが耐熱性に乏しい上に低温で焦化するため使用温度範囲が狭い。 高圧に耐えない等の特徴がある。また素材に下流下境が存在する場合は、流れる流体及び、周囲の銅素材による、銅外での劣化に注意する必要がある。耐薬品性は、素材の性質による。シールに使われる素材は、無機材料として、鉄合金、非鉄合金、セラミック、黒塩石綿などがある。金属系素材は、耐熱性や、 耐圧性に優れるが、接触面の平滑さが要求され、試行の際にも、技術が必要。使用可能温度、耐圧性、耐薬品性は、素材金属の性質に依存する。石綿石綿は、極低温から摂取鮮度を超える高温まで、非常に広い温度範囲で安定して使用できる、特性があり、耐水、耐油、耐薬品性も良好な素材。 10%から20%のゴム、または合成ゴムを添加し成形した石綿ジョイントシートとして、あるいは金属と組み合わせた渦巻き形ガスケットやメタルジャケット型ガスケットとして、さらには耐熱性と耐薬品性を兼ね備えたグランドパッキンの素材として広い範囲で使用されていた。日本において石綿は平成18年9月の労働安全衛生法の 改正により全面製造禁止となったが、代替品が確立していない、特定分野のシールについては、政令により製造の禁止が猶予されている。猶予されている製品は、ポジティブリストとして、厚生労働省の労働安全衛生法施行令で不足として、挙げられている。当初リストには6種12項目挙げられており、シール材としては4種10項目が、温度や、 圧力や化学条件を指定した条件下での使用を認められていた。すなわち、化学工業、鉄工業、非鉄金属製造業の既存の施設の設備の特定条件下での使用で8項目、潜水艦の特定部品への使用で2項目が挙げられていた。ポジティブリストは代替品の技術が確立された時点で見直しがなされ、2012年3月に すべての代替技術が確立し、石綿は完全に製造禁止となった。ジョイントシートガスケット左は耳つき、右は PTFE 包み、ガスケットガスケットは固定された状態で、長期間安定に密閉を保つ必要がある。ため十分な耐熱性、耐圧性、耐薬品性が要求される。固定といえども、 温度の上下による締め付けボルトの伸縮などによる締め付け力の強弱変化は不可避なので締め付け圧緩みに対する適性も重要である。ガスケット思考例、ボルトで固定したフランジの間に耳付きのジョイントシートガスケットが装着されている。オーリング、外側が固定部分に取り付けられる。断面の白い部分が金属、内側の上部が液風部で、下側が 異物侵入防御のダストリップ部回転軸の軸受け部をシールして内部の潤滑油を外へ漏らさないようにする目的で使用される。材質は高弾性のゴムと金属を組み合わせて作られる。外周部に金属が組み込まれており外周部を固定部にしっかり取り付ける。ゴムと金属の弾性の力によって内周部のゴム性。 リップ部分を回転軸に押し付けて密閉性を保つ構造。その際回転する金属軸とリップ部を潤滑させる目的で内部の潤滑油をわずかず積もらす機構になっている。潤滑油が所定量以下に減った場合、オイルシール自身が潤滑不足になって焼き付きや破損につながる。外部からの異物侵入防止構造を有するものが多い。 産業用機械の他車両の車軸やオートバイの前輪サスペンション、ショックアブソーバーなど自家部分にも使われている。メカニカルシールの部品、カーボン製の固定感とバネメカニカルシールも液体を扱う機器の回転部に使用される。パッキン類の中では構造が複雑で取り付けに技術を要するが、まさしく使用された場合液漏れは極めて少なく摩擦が少なく、 メンテナンスも極小にできる優れたパッキンである。シールの機構は回転軸と一体になった回転管と固定部に取り付けられた固定管が軸に垂直な平面で接触している。回転管と固定管の接触面は非常に平滑に仕上げられて摩擦が少ない上扱う液体自身が潤滑液として働く。二つの管はコイルバネによって 一定の力で押し付けられており、増し締めなどのメンテナンスが不要である。一般に固定管には、素材として、カーボンを使用し、回転管にはそれより硬い素材を使用する。メカニカルシールの留意点として、試運転時といえども、液体を満たさなければならない点が挙げられる。ドライ状態の運転は、手で回す程度であれば問題ないが、気力による空運転は、容易に焼き付きを起こす。 グランドパッキンは、潤滑剤を染み込ませて編み上げた紐状のもの。適切な長さに切って、ポンプの回転軸と固定部の間に軸を取り巻く、形で詰め込む。通常3本から5本重ねて使われる。その上から、グランド押さえで蓋をし、締め付けボルトで圧縮力を与えてシールする。安価で取り付けが簡便なパッキンであり工場などでよく使われる。欠点として、 回転軸に対し広い面積で接触する方式であるため回転摩擦が大きいこと、締めすぎると焼き付きを起こすので内部の液体を常時少しずつ漏らしながら使用すること、装着後の劣化によって漏れが多くなるので適宜締め付けボルトを増し締めする必要があることが挙げられる。非接触シールは回転部と固定部の個体同士の摩擦が起こらない機構。摩耗骨が発生せず、 クリーンな環境が保てる上、長寿命で省エネルギーあるという特徴がある。ラビリンスシールの構造圧縮ガスのシールに使われる気候で高圧の空気や蒸気を漏らしながら使う。原理的には回転軸と固定部の間に凹凸の隙間を何段にも組み合わせて、格段ごとに徐々に漏れ圧を下げていく。何段にも設けられた隙間を迷路に見立てて名付けられた。 磁性流体とは、磁性微粒子をベースオイル中に分散させた液体。磁性体の回転軸の外周に、環状の永久磁石を設置し、永久磁石と軸の間に、磁性流体を充填すると、永久磁石と回転軸の間に形成される、磁力線に沿って、磁性流体のシールができる機構。固体の接触がないので摩耗がなく摩耗庫が、発生しない、摩擦抵抗が少ない、 漏れがない等の優れた特性を持っている。PVD 装置、CVD 装置やスパッタ装置などの、摩耗紛を極度に嫌う、半導体製造用真空加工装置には不可欠のシステムである。吉村久殺、トンネル物語三回動 ISBN4 から381014375アスベスト使用、製造を全面禁止へ、厚労省、3月から、 朝日新聞アスベスト全面禁止厚生労働省。ありがとうございます。